今回は、重心化界五条悟。これの艦隊で、フォーサーやっていこうかなと思います。いや、ちょっと1ヶ月前ぐらいにね、重心化の五条艦隊で挑んだ時に、まあ、勝てたんですよね。ウンボ使ったけど。なので、今回は、ウンボなしの、もう重心化界五条悟だったら、もう、いや、ウンボなんて、ちょっと邪道な手は、まあ、いらないでしょ。というわけで、これ、やっていこうかなと思います。いやでも多分いけると思うんだよな。ある程度の感触は、まあ、使ってみたのと、もう、またかよいや、よし。皆さん、見てください。ヒットポイント増えてるでしょ。負けました。負けました。一回負けて帰ってきました。いやね、これもう五条先生、重心化解したらもうちょいのちょいやでみたいな、あ、今見せた。ちょいのちょいやでみたいなこと思ってたけど、いやね、SS までが辛い。SS がね、もう打ち始められるようになったら、多分勝ち確だと思うんですけど、SS を使うまでが遠い。で、ここでぐるっと回して、ちゃんと、あ、やべ、ちょっとずれてる。ちゃんとここで、SS をね、しっかり溜めてからじゃないと、なんかね、負ける気がするわ。まあ、多分負けないような気が、どうなんだろう。とりあえず SS が使えるようになったって、もう多分、ウンボ使ったらね、マジで一発クリアも余裕でいけると思うんですけど、多分、ウンボなしだと、成功法で特にリシュルとかあの辺やらないといけないから、これがね、結構きつめな気がする。まあ、立ち回りはもう五条先生重心化の時と一緒ね、ひたすらに可動打ちして帰ってきて、多少のひだみは無視して、もう、2体の弱点を同時に殴り続ける。あ、でも今の五条先生マインスイーパー L になってるから、意外といけんのかな？どうなんだろう。まあいいや、とりあえずこれ同じ動きしてたら絶対倒せるから、もう大丈夫でしょ。ちょっと回して、あと多分友情コンボ意外とこれぐらいだったら通るから、なんか微妙な位置。いや、これね、やっぱり、捨て身で、マギアとか終末とかがいて、ザコがさ、減らさないと、全然余力が作れないんですよね。やっぱりこれ、地雷持ち殴りを成功させないと、敵が全然削れないから、これでぐるっと回して、敵の数、まず4体。ランダム蘇生で確か、何体だっけ ?3 体。3体から5体だったっけ？この蘇生って。だからそれを引いて、その時にちゃんと、はい、ここで攻める。4体倒す。よし！うわー、ダッシュ遅えダッシュ M 欲しい！ダッシュ M だったら絶対届いてたな。で、これ耐える。よし。まあ、ソウルスティールあるからね。よし、OK！ さあ、これで3体来た。このパターン取れたらもう、かなり余裕よ。で、これでソウルスティール取って、上も倒す。よし！やっと全部のザコ処理できたパターン取れた。これできたらね、あとはひたすら蘇生されたやつ倒して、地雷持ち殴りをやり続ければ、私の計算ではなんとかなる。だから地雷持ち殴りを決めるしかないみたいな、そんな感じ。まあ、しょうがないか。で、ここ拾って、2個拾って、ここ拾って帰って殴る！いやー、これ切れてった！あれ、拾えてなかったか？私の計算ミスか、これ。で、これは無視無視。無限あるから大丈夫。で、次がこれ4体蘇生パターンだから、ちゃんと、ここは処理。で、あんまり削れてないように見えて、地雷持ち殴りをね、成功させられれば、決めることができれば、これでも多分削り切れるかの余力あるんですよね。頼む！あ？お？これはいいパターン拾ったか？これどうだろう？ここで、拾って、下も拾う。で、これで貫通。よし、取れた！いや、もう本当に地雷持ち殴り一発決めれば、もう、かなり立ち回りに余力できるからね。その代わり集中しなきゃいけないから、多分今カット入れたと思うけど、あともう一回決めればいけるかな。ていうか、普通の殴り2回でも多分足りるレベルかな、これは。これは正当な殴りでいこう。とりあえず正当な殴りで一発殴って、まあもう一回殴れれば削り切れるね。ここで、し、型斜めショット。で、帰ってきて、殴る。よし！よし、オッケー！さ！遅延も食らわず、大賢者も溜まってる。中ボスでね、私の計算では、中ボスで一発使って、それで倒しきる。で、バハムートもそれで倒す。あとは、もう、ボス1、ボス2、ボス3。2段階目の五条先生の SS で。あー、これって五条の勝ちだ。ルート決めれば、なんとかなると思うんですよね。ここで、まあ、一発殴り入れといて。うわ、帰ってこれね。足寄せ。足寄せ、マジで。
まあ一応あとビゼラのステージは風で毎回風でしっかり締めれば死ぬことはないんで、そこもだから意識しておけば SS 遅延だね。あとは SS の遅延と風だけしっかり丁寧にやっておけば大丈夫だから、こうか、これで殴って上の貫通くそちょっとビゼラはなんかこれ下りそうな予感プンプンするから早送りで。地雷殴り、よし、オッケー。さ、これでもう抜けられる準備は大体整ったかな。どうしよう、大賢者。大賢者を、もうなんか丁寧に取っておけばいいか。一段階目でも中ボスは、なんとかなりそうな気が、じゃあ結構してんだけどな。あ、ちゃんとこれ、ここでちゃんと気抜いて、倒せなかったら大変なことになるから、ちゃんと、これで殴って、倒すと。オッケー。どうしよう、開幕1段階目遅延でいっか。で、大賢者は、一発使った五条先生がやって、ラスゲまでには多分溜まり直すと思うから、その使い方でいいかな。とりあえずバハムートだけ倒して、どうしよう。こう打って、八の字ショットで、どうすかな、これ。こう、いや、これで、ぐるぐるショットで、とりあえずバハムート処理。で、あとは巨子村で、乱暴すれば、多分、なんとかなる。で、これで、地雷持って、ホーサーを、殴れない殴れないんかい。で、紫。まあ、遅延もかかる。そんなにちょっと、やっぱこれ、開幕打つもんじゃなかったかな。あ、これ、こんな後ろにも届くんだ。判定でっか。あ、あと、試してる最中にこれね、紫が、雑魚に当たった時、こうか。離れる。紫がさ、スーとかフーのあいつらに当たったとき、普通に倒すんで、これちょっとね、操作しにくいね。シャドウはさ、残してる敵全部倒したら、確かスー、集める方が優先されたはずだけど、五条先生の場合は、ちょっとね、どっちにやってくるか読み切れないところがあるから、まあこれ殴りに行って、で、スーだけ倒していい感じ。次回ってきたらもうザコしかいないから、割と余力あるかな。いや、でもバハムートを成功法で、まあ、いや、バハムートは別に即死回避できるし。ここもしっかり、まあ、これで殴れるルートは取れるようになったんで、これは結構ね、こういう対角線のルート取ると、もう地雷がね、もうめちゃめちゃあるから、はい、殴り。帰ってきて、届かない。いや、結構これね、横勘で行くよりも、今みたいな8の字ショットとか、ひし形ショットで狙ってると、結構ね、こうやって地雷がね、そのルート上にあること多いから、かなり便利ね。だからここも、ちょっと縦感気味のルートで、拾って、殴って、角打ちから帰ってくる。強いめちゃめちゃ強い。さ、あとは、あ、さ、これ、大賢者使うの忘れてた。まあいいや。やっぱ地雷持って殴った時の五条戦で本当に枚数 EL だから、なんか、シャドウとか以上に地雷持ち殴りをめちゃめちゃ意識しないと、なんかやべえ気がする。これ届くかな？これちょっと怪しいな。うん、こう打って。こっちから殴っていって、どうかな？これ殴って地雷持ち殴り。帰ってきてもう一回。クソ！足寄せ。いや、ロングスピードモード M とかなんか将来的に出てきてくんねえかな、これ。あとはこれ、大きく攻められるのはまだレーザーが増えてない最初の段階だから、できれば、レーザーのない間にちょっと大げさに攻めて、地雷持って殴る。これはあれだね。普通か。どうすっかな、この位置から攻めるとき。で、怖いときは、私いつもやってるのは、あのね、ここから、そうだね。なんかこれちょっと怪しいなって思ったら、あ、でも大丈夫か、これ。ここからぐるっと回って地雷持って殴って左上。いけるかなこれ。よし、左上。いや、弱点キラーないから、これ、シャドウだったら多分今倒してたね。一応ね、私ちょっと考えてるのはゲージ切って上だね。これ即死回避でも使えるんですけど、これ、前面に減速壁あるから、この角に打って L 字2面同時押ししたら、敵の間っていうか、この天使の中に潜り込めるんですよね。だから即死回避もできるし、ヒットポイントもめちゃめちゃ回復できるから、これね、かなりおすすめ。うわ、これ多段してちょっとダメだったな。ま、でもこれで、うんぼ。これたまにあるやつね。クソムカつくやつ。内部に止まったら、
五条先生が、五条先生がキャラが上にはみ出てレーザーもろに食らうやつね。ここはもう、削り勝ち確かな。はい。よし。で、次 3P がそこか。なんかあんまりいい位置は。しまったな。数で集めといた方がよかったな、これ抜けるときに。さ、もう正直、マギア3で、マギア1、五条3でやった私としては、もう正直この状態、3発2段階目が使えるという状態は、ほぼ勝ち確といっても差し支えないレベルだと思ってんだけど、ぐるっと回して、乱暴する。ここでぐるっと回って乱暴する。ぐるっと回って、上まで行きたい！あの猫ちゃん倒したい！あ、まあ多分これ倒せるわ。で、集める。多分裏側まで当たるから、巨子村するぞ。よーし、強い！いや、これで終わりじゃないのがマジ五条先生の強すぎるとこなんだよな。で、SS の遅延だけは絶対に食らったらダメだから、あとは地雷持ち殴りも欲を言えばしたいけど、ここ地雷の数そんなに多くないから、まあ、絶対に SS の遅延だけ食らわない動きで。あとはワンチャンこれで8の字ショットできたらラッキーぐらいか。無理かな、やっぱ。ま、とりあえず、2段階目の五条先生のターンまで回せば、ほぼほぼ削り切れるのは勝ち確みたいなもんなんで、大丈夫かな。で、次が、スーフーのフーが出てくるから、まあ、横間で、あ、これいけるかな ?2 段階目殴り。2段階目地雷殴り。でも1フレしかしてないから微妙いから。あ、やべ、また大賢者使うの忘れてた。いや、また大賢者忘れてた。まあ、いくらでもチャンスはこれからあるか。そして、ここでイラプションが出てくるけど、まあ、集合して食らっても死なないから、とりあえず、ぐるっと回して、はい。ぐるっと回して、地雷殴って、逆転！あ、ダメだ、切れてる。じゃあ、これはね、もう、地雷持って強化された五条先生。これね、うまく成功できたら、ゲージ飛ばせる、若干。どうだな、ルート的に。ここは？あ、うん？いや、ダメだ。ルートがない。もう対角線で行くじゃない。1個持ってるから、これで、とりあえず、1地雷殴りできるから、それで頑張る。はい、どうだろう、これ。あー、でもやっぱ、そうだな。やっぱ1フレ地雷殴りは、そこまで大きな大した火力出せないな。やっぱこの倒した後の、このスーって動いてて、地雷回収できたのを、2段階目で撃てると、多分これクソ強いと思うんですよね。実質超満員 EL だから。で、開幕もう一回五条先生の SS を使いますよと。そうだな。 SS を使って、で、次は絶対大賢者。で、地雷持って殴れるから多分下のバハムートは死ぬ。はい。さあ、これで乱暴する。絶対死ぬ。あ、やべ。やっちまった。やっちまった。まあいいや。まあ遅延かかるし、おおーい。いや、ついよ！うわ、これうまくいったパターンだな。もう、ビゼラ無視でいいやん。うわー、無限つえー。で、大賢者使って、もうこれ勝ち確みたいなもんやで。地雷持ってぶん殴りたいけど、うまいルートがないなー、それ。ここから、3個拾って、はい。もうこれは、あれ無視だね。頼む！めちゃめちゃ短縮して2段階目まで来い！来たー！勝ったな。頼む！くそ！もうこれ勝ったこれもう勝ち確みてえなもんでしょ。じゃあここで、あ！あああ見てなかった！どうすかなこれ。遅延打たなくても、うわーどうすかなこれ。遅延をなしで削り切れるポテンシャルあるかな？さすがに無理よな。でもこれ、ここで SS 使って、自強化2台、で、イラプションというか遅延も入れられるから、もうこれでいっか、これで抜けるか。ちょっと待って、地雷持ち殴りを入れたいな、そしたら。こうだ。これでぐるっと回って。はい。これでどうかな。ダメだ !1 個だ地雷んー、全然ダメ。なんか変なショットになっちゃった。変なこと考えてたら。で、集めてくれる。で、3P は普通に動く。いやでもこれで1段階目だしまったーマジで。あれで遅延食らってなければ。いや、ほんとホーサー一瞬気抜いたら死ぬなマジで。ここで上行って、まあそっか前回のご女性もあれだしな。気抜いて死んだからな。マジで気抜いたらダメだ。こっからは本気で行く。だから五条先生はマジで気抜いたら五条先生マジで気抜いたら負けるから。はいはいはい。だからもう初めての自爆とか言ってる場合じゃない。初めての
五条線艦隊ですとか言ってる場合じゃないのよね。ここでぐるっと回して、とりあえずバハムート処理。どうかな、これ。強っ、強っ。いけ強っ。あ、いや中途半端なラインに入らなければ、まあ大丈夫です、多分これ。11もあるし。よし、おえ、あ、あ、え、あ、え、お、おー、危ねえ、おお、あれ、反転術式。危ねえか。今、完全に私、あ、やべえ、これ。あとはもう、あとは頼みます。もう、視聴者の皆さんってなると思った。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、気を抜くな、気を抜くな、気を抜くな。これ、だから、集中、集中、ふうだ、ふう。危ねえ、もう、これ、完全に暗黒地と同じやん、流れが。あ、これってもう、もう、あ、これって五条の勝ちだとか言ってる場合じゃないみたいな。で、これ、縦勘で、ちゃんと、丁寧、めちゃめちゃ丁寧。あの時は丁寧にしなかったから負けた。で、これ、集める。で、巨子村。あ、これ、あ、危ねえ、そうだ。危ねえ、これ。巨子村当たったら倒すからね、これ。危ねえ、こっちも数でよかった。これ、風だったら死んでたわ。いや、ちょっと巨子村先たまうんだよね。これ、絶対事故った人いるわ。巨子村先当たって死んだじゃねえか、みたいな。多分、そのうちで、死んだ人消しこいっしょ。で、あとは、地雷持ち殴りを成功させれば勝てる。こう言って、左下の2個、あれを拾って、地雷持ち殴り、やるわ。多分、いけるでしょ。これで、殴ったら、拾って、いや、強い！いや、1点、え ?13 億か。どれぐらい削ったんだろう。いや、ここはちゃんとあの時とは違って。ちゃんと気を抜かず。なんとかなりました。いや、やっぱ重心化回になって、やっぱ重心化の時よりも、圧倒的に削りが楽になってるかある。やっぱここら辺は割合とかもいろいろ強くなってる部分あるな。あのね、一瞬で負けたかと思った。ほんとに。よし。いや、そんな感じで、リベンジ、完了しました。いやー、やっぱり五条悟、もう忘れることはないだろう。